はい、どうもこんにちは、いくちかです。今日もエカナイやっていきたいと思います。また整形忘れたよ。マジですぐ忘れんな。何やろうと思った時にはもう俺がボタンが押している。ボタンがきっと俺を呼んでいるな。誰だこれを、俺の右手を勝手に、俺の右腕を勝手に操作するのは。俺の右腕がうずく。行きましょう、甲子園。甲子園じゃないや、公式戦。早張りすぎよ、ゆきちか。とりあえず落ち着けって神様が今言ってる俺に。たかりかけて。神様にたかられたくはないな。たかられちゃう。たからちゃん言っちゃう。たかられに行っちゃうよ。まあこれこっちしかないもんな。賞味これでいいんじゃね。なんだろう、これでいいじゃん。小倉お前87番打てよ。打てるでしょお主ってな感じで。なあ、うちの鉄壁のセカンドたち、素晴らしいセカンドたち、行きましょう。社会人さあ準決勝戦進出、戦っていきましょう。飛ばした。ちょっと見るのがめんどくさかった。見るのがめんどくさかったのは許してくれ。当選力 C か。そんなに熱い戦いじゃなさそう。威圧感持ち2番手だな、お主。2番手を甲子園優勝校に当てるか。舐められてるぞみんな。落とせ。落ちろ。家賃払え。惜しいな。今のは惜しかった。俺に惜しかったっていうのがビンビンに伝わってくる。デブデブ、なんとかなる。てっぺんさん、てっぺんさんのその構え好きだな。オッケー、うまい。とりあえず1点ね。コミテバッテ、コミテの1、2番。もういいね、コミテ。もう、タロでいいんだけどね。1、2番タロ、1番タロ、2番タロ。全然それでもよろし。マジで急成長、急成長じゃない、強心臓が意味ない人、第2位、小倉。やーべー。本当にピッチャーですか、お主。本当にピッチャーですか。僕は知りたい。本当にピッチャーですか。やっとか。だいぶ打つようになってきたな、交互も。交互に打つようになってきたね。素晴らしい交互、まあ、おかわりくんさんも行きましょう。おかわりくんさん、オッケー。犠牲フライには十分の距離。ナイス。オッケー、びっくりした。走らないと思った。犠牲フライには十分いい距離、ありがとう。おかわりくんさんの打点がプラスされたね。ここで走りましょう、走りましょう。ヘイ、やっぱ鉄平さん4割でいける気がするんだよね。4割いってほしいな。4割で卒業したら鬼かっこよくない？ OK、 うまい。バッティングがうまい。これがみんなバッティングうまいって言うんだよ。打撃のプロフェッショナルよ。打撃の刃、無限安打編。うん、なんか最近打たない高橋太郎。そろそろ確定アーチが見たい。なんか違う。今日お寿司食べたいな。焼肉も食べたいな。いろいろ食いたいな。お腹すいたな。カップラーメン食ったばっかなのにお腹すいたな。前回の動画から2本続けて撮ってるんで、基本的に私が動画撮ってるときはため撮りです。覚えててください。別日のゆきちかですっていう時、言ってるとき以外は基本ため撮りです。なので時間あるときにバンバン動画撮りまくってるんで、皆様のためにご要望にお答えできないときがあります。それだけお許しください。基本は皆様のご要望を受けるようにさせていただいてるんですけども、ちょっと動画撮ってる事情とかもあって、その場面とかによってはね、ご期待にお答えができないんですよ。一番分かりやすいのはあれかな、スカウトの動画撮った後に入学式の動画もあれ撮っちゃって、入学式に誰々入れてくださいみたいな、それかごめんなさいみたいな、たまーにあるよね。本当に申し訳ないなとは思ってる。ただ俺の時間的にため撮りをしないと毎日出せないのよね。そこだけお許しいただけたらなと思います。そう、毎朝撮れよと思うでしょ。毎朝ね、朝最近冬だと起きるのが辛いのよ。そう、それが理由。俺の時間の使い方とか、俺のただの朝の打眠によるため撮りになりますので、動画の投稿を休むことは基本ございませんので、ちょっとため撮りしてんだなとか、なんか話すこと似てんなと思ったら、こいつため撮りしてるわと思っていただけたら幸いでございやす。いいね。こう2割まで上がってるじゃん。だいぶいいよ。もともと1割の沖縄だったからね。いやー、小峰も4割いってほしいなー。多分これは犠牲フライだね。犠牲フライに最適な距離です。素晴らしい犠牲フライ。まあもう打率を下げずに、いかに打点を稼ぐか。
重要ですね。4割キープしてほしいな、てっぺいさん。まあ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 、えゲッツー、危ねえ。これででも盗塁は稼げた。いやー、盗塁しなかったか。小倉、別に点取られていいぞ。無理しなくていいからな。点取られてもいいよ。ホームランだけは許さんけど、ホームランはなんか気分的に嫌だ。オッケー、三振。速球でいこう、球速でいこう。スタミナ84、2試合であと6、無理だな。多分甲子園でもちょっと上げなきゃいけないね。なんなら別にスタミナのアイテム使ってあげていいしな。スタミナのアイテムなんてほぼほぼ使う機会ないからね。知ってると思うけど、みんな広角いきましょう。甲子園じゃミートをバーン上げするつもり。かあの柏倉の柏倉2号になってほしい。柏倉2世、いやうちは2号でいい。交互の名前をどうしようか、まだ迷ってるね。だからまだ何も名前つけてないね。犠牲フライでいきます。普通の犠牲フライでいいよ。それは犠牲にならないね。自分が犠牲になってるフライだね。ただのフライって言うんだよそれ、ショートフライ。小倉は下ろします。ちょっと早めの台だ。ちょっと早めの台だとは言ったものはいいものの、代打を誰で行こうか猛烈に悩むゆきちかでございやす。まだだな、宮で行こう。高校初打席、高校初打席にかける俺は。犠牲フライ行こうか。オッケー、高校初打席初打点、素晴らしい。しかも最高の最低限よ。いいじゃん、犠牲フライ王になって。お前は犠牲フライ王になれる。究極の思考使っちゃおう。で転がせを、転がせでいく。転がせ、阿部日の転がせ無敵よ。疲れたよ。Oh my gosh, but too much God! なんか、ほぼ無音ってのもいいね。歓声も何もないですみたいな。たまにはそういうのもそそるね。そそるでそりゃ。や、やべ、やべ、やっと、とわー決して油断したわけじゃございません。よかった、油断もひったくれもない。ジョーが行った？すごー事件、大事件、ミート打ちで持ってったぜ。やっぱあの男神だった、やっぱあの男神だった。あー、OK、This is gone、 No, this is gone。 なんで俺は今 This is gone と言ったかわからん。気分で言ってみた。よし、大友、大友こういう場合はどうすりゃいいんだろう。任せでいいのかな、お任せとかだったらいけんのかな。センター返しとかの方がいいのかな。そういう場合、広角とかプルヒ持ってる選手のなんか指示迷うよね。その方向の指示が違ったよって場合になってきて。鬼迷うんだよな、いつも。いつもいつも迷う。渡辺、ここ切ってくれ。オッケー、ナイス、うまい、いいぞ今の。今のいい。ノアと二塁。よし。うちの史上最強代打いきましょう。大脇、まさかの大脇。ラッキーボ、いいよ、ラッキーボでも何もかけない。打つも、大脇は。はい。これが大脇です。これが大脇です。代打丸ついていいよ。多分ね、途中代打から始まって、ピッチャーに行くっていう流れが一番いいと思う。大脇に関しては。今日も3アンダーしてるのか。頑張ってんじゃん。ちょっとプルヒしすぎだね。プルプルしすぎだ。プルプルの、プルプルの交互。プルプル交互。おかわりくんさん、そろそろホームラン見たいんだよな、俺。おかわりくんさん、全然ホームラン打たないんだよね。広角持ってるから、全然ホームラン量産する術は持ってるはず。コンビネが3割並ぶでしょ？ちょっと物足りんよな。物足りないよな。物足りないよな。なんだっけ、何とか知るやついる？いねえよな、だよね。元ネタ全然見てないから分かるんだよな。お脇。脇が甘えぞ、脇。脇、締めていこう。脇締めていこう。ナイス、締まった結果です、これが。おう、よくセカンド乗りに行った。素晴らしい。よくやったぞ。褒めて使わす。外角。お脇、オッケー。いや、ともとも、いいね。ナイス、ともとも。いやー、鉄平さんのやばい場外弾も見れたし。もう一本やっちゃう？あ、もう、これは多分、普通にヒット狙いのバッティング。まあそうだね。今のがヒット狙いのバッティングだった。まあ、別にヒット狙いのバッティングでも、いいバッティングするから関係がない。行こうぜ、走ろうぜ。
青木やい、青木さん下ろそうかな。代打行こう。代打、うちの最強代打行きましょう。トミ結構打率いいのよね。4割5分5厘。お、これは超えて取られ、あ、取られちゃった。限界まで行ったけど。限界まで行ったけど取られちゃった。そういう場合は仕方がない。和田、大友か。大友は打たせるわ。割り。大友は打たせる。和田だったら下ろそうかなと思ったけど。きたー。毎試合打ってない?毎試合打ってない?なんか、俺、毎試合打ってる気がするんだよね。気のせいかな。俺だけじゃないよね。みんな思ってるよね。大友、俺友達になれるかな。いや、大友すげえな。さすが。行こう、井上。切ろうぜ。ナイス。いやー、ちょっと、サムネネタに困るのよ。マジ、困るのよ。ねえ。でもマジで俺のサムネ事情を知ってる?ネタがありすぎると逆にどこにしようか困るのよ。鉄平さんの場外弾だけで決まりと思ったんだけど、確定弾見せられたらそっちにするしかないじゃん。俺の中のなんか序列みたいな感じだよね。サムネにしましょうみたいな序列。次回、決勝戦なんですけど、2試合連続でやるって言ったんですけど、決勝戦単体で整形してからやるんで、ここは準決勝だけで失礼いたします。いや、15対8。なかなかいいスコアになってるね。魔物を必要かなと思ったけど、そんなに必要かな気がする。満塁弾打たれた時だけびっくりしたね、ちょっと。正直満塁弾打たれた時だけちょっとやばいかなと思ったけど、全然やばくなかった。皆さん、次回の動画でお会いしましょう。またね!